あなたが後手です。対局開始。嬉野流、はい、よろしくお願いします。頑張りましょう。お相手ですけれども、とりあえず普通の居飛車ですね。うん、まあ普通普通。で、位だけとりあえず取らせてもらって、こんにちはか。まあまあ引きますか。で、もう一枚の銀でも繰り出させてもらって、まあちょっと圧迫していきましょうね。で、相手は位取った分を、愚形を外してきましたね。ちょっと愚形は困るんでっていう愚形断りマンでしたね。そっか、愚形断りマンか。今後どうするかですけど、とりあえず7五歩ですかね。まあ桂頭狙います宣言です。で、多分かわされるんで、てかまああの飛車浮かれるんで、そこで角出てみたいな感じなのかな。まああのしれっと狙っていきますよと。何食わぬ顔で狙っていきますけど、許してくださいねっていう。で、相手の打ったこの歩回収したいですね。回収に伺いたい。けど、その前に攻めきちゃったな。回収させる気はないよと。前来んのかな？どうしてくる？まあ普通に考えたらというか、よくある手が前来る手なんですけど、うん、まあ引いときましょうか。でどうなるんだ。まあ紐は残しときたい。あー、そっち来るパターンね。2分。こっちしかいいのかな。むずいなこれこれ難しいやつだなうーん、難しいやつだね。よくないね。一応これで桂山が取れそうな計算なんだけど、どうなの。うん、桂山は取れますね。ただ何気に残ってしまうメリットじゃないや、リスクもあるんで、どうなんだろう。なんか良さげになったっぽいけどな。まあ自陣ペラペラすぎて怖いけどな。騒ぎに乗じて良くした感はあるけど。わー、なるほどね。それでしのごうって腹か。さすがに飛車譲れないもんな。これやられたな。これはちょっとやられたぜ。なかなか賢い。1分30秒。今んとこ無害。いや、無害は言い過ぎだけど、まあまあまあなんとかなるかなっていう。即詰みなし。でも相手玉に詰みもなし。むずいな。そう、相手玉に詰みないって結構この状況痛いよね。1分。桂上げて大丈夫かな。怖えんだけど。まあでも上げざるを得なかった。上げずにはいられなかった。桂馬は同角で耐えれますね、一回はね。
1回は耐久できるから、これで勝ちな気がするんだけど、いや、足らんやん普通に足らんやんけ。全然足りないじゃないですか。やだ、30秒。金、うん、桂馬ないね。いや、あるんだけどさ、本当はあるんだけど、やってこないからないっていうやってこないからないっていうパワーワード。これ筆耐えて桂打ち来るから、桂打ちかわせば OK だな。うん、これでさらに縛って OK ですかね。さよなら。グッドゲーム、ありがとうございました。うん、まあ最後ちょっと粘られましたけど、なんとか勝利できました。それではお疲れ様でした。あなたが後手です。対局開始。嬉野流、はい、よろしくお願いします。頑張りましょう。お相手は、まあとりあえず普通の居飛車になりそうですね。はい、自然に駒組みしていきましょう。うん、さあ前出させてもらって、ついでに交換もしちゃって、帰るか。なんか微妙だな。うん、なんか微妙ですね。大丈夫そう、これ7五を絡めてちょっと相手の桂頭狙いますって宣言させてもらった状態で歩取り込んであげて、ちょっと嫌がらせしていきましょうか。2分30秒。ひまわりも絡めて、これうまいことやれば一気に沈められる可能性ありますね。うんうんうん、回られたら困るな。回られたら困るんだけど、桂頭を狙いたい気持ちもあるんだ。桂頭を狙ってみるか。周りは歩でカバーしましょう。しょうがないからね。両取りの桂。さあどうだこの展開は。すごい駒がぶつからっててめちゃくちゃ怖いですけど、なんかあのいい感じに決まった感はあるにはありますね。ここどうしよう、悩ましい。銀取る手もあるんだよなさすがに角か、さすがに角もらおうか。さすがに角もらいます。で多分なってきますね、金寄って一回カバーさせてもらって、でその状態で桂成り入れて桂馬逃がして銀取り見せますよ。でいかがでましょう。まあ相変わらず銀取りナウですね。いやらしいうわやらしいそれうーわスケベくそいやいやもう逃げれねえな。となるとちょっとここはごめん、これでかが我慢してもらっていい？無理かな。いやうめえな相手。そっか、あの歩1枚でしびれるんですね。やってくれるわ。なかなかいい手を発見するものやな。いやめちゃくちゃ怖いんだけど、同銀なんだけど、着実にね、着実に俺からカードを奪っ、カードじゃねえや
なんでこの人遊戯王カードでやってんだろう。ちゃうねちゃうね、カードじゃないね。そんなカードの奪い合い別にしてないね。誤解すんな。そんなことはしてない。それま、それ成立すんの？取る取る、今日逃げる、危ない。え？1分。ちょっと待って、よくないよくない。完全に相手ペースやん。大事なコンボ奪われてもうた。大事な俺のカードが、カードじゃねえ、だからカードの奪い合い別にしてないんだって。何回言わせ、もうなんでその手は。ちょ、急になんかそれっぽいで飛ばすぐじゃねえ。ちょっと困る困る困る、そういうの困る。ちょ、やめてや。めっちゃうまいんだけど相手。困るんだけど、いやマジで困るんだけど。それ何？ちょっともうまずいな。竜入ってくれたらケアできない。死ぬってこと？飛車も来んのか。ちょっと待って、完全に相手ペースよ。一応捨てに行くけど全然間に合わないな。全然間に合わねえな。恐ろしいぐらい間に合ってない。時間制限的にも局面的にも両方の意味で間に合ってないですね。うん、乾杯。20秒刺されましたね。ありがとうございました。いやー、ちょっとあの風しびれましたね。あの歩で一気に連携立たれてね、攻めも止められて、そう、あの5七歩ね、そう、同角で応じないと金取られちゃうしね。そう、同角で応じる一択になっちゃったんですよね。あれがだいぶ厳しい感じでしたね。はい、それではお疲れ様でした。